艶やかな衣装でありますが、有藤さんがちょっと抵抗があったそうですが、さあ立ち上がり1回の表、先発唐川のピッチング、レフトの三郎がうまくフライを処理してくれました。そしてショートの根本も同じくナイスプレー。西村監督も根本ちょっと良くなったかなという表情だったんですね。そしてその後田中健介がセンターフライ、無難に三者凡退発進でした。日本ハムの先発は武田勝、ランナーセカンドに置いて大松を2回の裏ショートフライで仕留めます。立ち上がりは武田の方がややコントロールがどうかなと思われたんですが、その後乗ってまいります。唐川3回の表のピッチング、ここまでノーランナーだったんですが、中島のショートゴロエラー、根本が弾いてその後中島盗塁成功、足の速いプレーヤー誕生日本ハム。で2アウトランナー2塁、1番の糸井、ここはスライダーで仕留めます。得点を与えません。3回の裏にゲームが進んでまいりました。先頭バッターバッティング好調8番の里崎、レフト前クリーンヒット。しかしその後9番の今日スタメンの清田打ち上げて、石峰が見逃しの三振、根本がショートフライ、ノーアウト1塁、ランナーを進めることもできませんでした。中盤に入った4回の表、中田と唐川今日2度目の対戦は中田翔、センター左へヒット3試合連続安打です。そして稲葉の初球に走ってくるんですが、ここは奇襲をかけたんですが盗塁失敗。0対0の前に5回の裏エンジンを組む一塁側ベンチ前マリーンズで、大松から始まって出た里崎ショートゴロダブルプレイ。なかなかうまくいきませんロッテ。しかしゲームは緊迫の度を深めた0対0、7回の表ランナー2塁に置いて、この中田と唐川の対戦は変化球で仕留めます。さらに2塁1塁ピンチが続いたんですが、陽大館、ここはライト今日は清田よく追いついた。得点を与えません。0対0でいよいよ9回に入ってまいります。満塁という大ピンチ、バッター稲葉前進守備の三遊間の真ん中を破りました。均衡が破れてまず1点、なお満塁で陽大館、これまた前進守備の右内ライト前タイムリー2点目。さらに満塁でピンチヒッター中後ろのところで仁岡登場です。サウスポールーキー中後ろ、しかし仁岡も三遊間を破ります。3連続タイムリーヒットが生まれて3対0。さらには8番の大野翔太、満塁押し出しのデッドボールで4対0。あとは武田勝が自身2度目の完封ができるかどうかという9回の裏、見事に最後は井口をサードライナーに仕留めてゲームセット。4対0、武田勝投手が2年ぶり自身2度目の完封勝利で勝った一戦でありました。